クリスチャン・ボルタンスキーは、フランスの彫刻家、写真家、画家、映画監督、現代アーティスト。制作活動の初期から、生と死、個人の記憶や忘却、存在と不在を作品の主なテーマとした。兄は、社会学者のリュック・ボルタンスキー。パートナーは同じく現代アーティストのアネット・メサジェである。1944年、ナチス占領下のパリで生まれる。 父親は海州ユダヤ人であったため、フランス人の母親と離婚して家を出て行ったように偽装し、家の床下に隠れ住んでいた。終戦後母親やその友人から聞かされた強制収容所の話を含むこれらの経験が、ボルタンスキーのトラウマとなり、後年の作品制作に影響することとなる。当初は表現主義風の絵画を独学で描いていたが、当時働いていた画廊で、 同時代の芸術家や彼らの作品と出会い、絵画の制作を止めるに至った。1968年にパリのラヌラグ映画館で初古典を開いた際は映像作品と写真、マネキン人形を展示した。翌年に発表した小学校時代のクラス写真や粘土で再現した遊具などを載せた小冊子1944年から1950年の 私の子供時代の残存物すべての探求と提示は、現在に至る創作活動の原点として、ボルタンスキーが触れている作品で、自らの記憶を題材とした。また、後に作品に品質することになる、ビスケット缶も、この時期にはすでに導入していた。1970年代に入ると、自分だけでなく、知り合いの家族写真や、不要となった個人の所有物を作品に取り入れ始める。 1972年には、ハラルド・ゼーマンに招待され、カッセルのドクメンタに出品、以降現在まで数々の国際展に定期的に参加している。1970年代中盤から1980年代序盤は、もっぱら写真作品の制作を行った。1985年に開始した、モーニュメントシリーズは、ボルタンスキーの代表作として挙げられる作品である。 電球と金属のフレームで囲われた子供たちの白黒の顔写真が祭壇のように配される形態は彼の作品の一種のアイコンとなる。後年の派生作品、シャス高校とプーリム祭りでも基本的にはこの形式が踏襲されているがユダヤ人の子供たちの写真を用いており、ホロコーストの文脈に結びつけられることが多い。実際、ボルタンスキーは 父親が亡くなった1980年代後半になって初めてユダヤ性を作品に取り入れられたと述べている。しかしボルタンスキーはホロコーストにとどまらない、より普遍的な、そして避けられない死の表彰を目指す。ユダヤ人だけでなく、スイス人やナチスの将校、殺人事件の被害者や加害者などを、あらゆる人種、立場の人々の写真を次々と作品に導入していった。 表現手段も多様化し、古着、名前の一覧表などを用いて、無名の個人を記憶に留め、人間存在の重要さと、儚さ、消滅を表現するようになった。1990年代中盤からは、演劇、スペクタクルへの系統を示し、照明デザイナーのジャン・カルマン、作曲家のフランク・クラフチクと共に、劇場や廃病院といった広大な空間での、 期間限定のインスタレーションに本格的に取り組むようになる。これらの作品では建物内に雪を降らせたり、煙を漂わせたりして干渉者の身体的な感覚に訴えることを目指している。この概念はボルタンスキーが空間と作品の関係の重要性を初めて知覚した展覧会として位置づける1986年の暗闇のレッスンに橋を発する。 暗闇のレッスンは、展示全体で一つの作品を構成する、という以後の彼の古典に通定する観念の最初の例でもある。1990年代後半には、街中の看板での作品の掲示や、駅の忘れ物の提示など公共空間での、プロジェクトにも着手した。近年は神話への思考を示し、人里離れた砂漠や海岸など、簡単にはたどり着けない場所に作品を設置している。 日本との縁が深い芸術家で、早くも1960年代に、テレビ番組の取材で来日している。国際展では、越後つまりアートトリエンナーレとセと、内国際芸術祭に参加、2006年には、高松宮殿下記念世界文化賞を受賞している。2010年、香川県と島に、世界中の心臓音を集めた、作品、心臓音のアーカイブが設置された。 2018年に朝日総合賞を受賞し、2019年には大阪、東京、長崎で大規模な開顧展を開催する。2021年7月14日、がんのためパリの病院で死去。76歳を打 ABCDEF、クリスチャン・ボルタンスキーさん死去フランスを代表する現代芸術家、東京新聞東京ウェブ。 東京新聞東京ウェブ2021年7月20日閲覧クリスチャンボルタンスキーカトリーノ・グルニエチョ佐藤京子役クリスチャンボルタンスキーの可能な人生推薦者2007年42ページクリスチャンボルタンスキーカトリーノ・グルニエチョ佐藤京子役クリスチャンボルタンスキーの可能な人生推薦者2007年169ページ AB 追悼クリスチャン・ボルタンスキー氏、心臓音のアーカイブ作品映像特別公開、ニュース。ベネッセアートサイト直島。2021年7月20日閲覧。世界文化賞受賞のボルタンスキー氏が死去。産経ニュース2021年7月15日。ありがとうございます。